第二本宴海予知禅図。第二本宴海予知禅図は、江戸時代後期の測量家、井の唄だたが中心となって作成した日本全土の実測地図である。井の図や井の大図とも称される。完成は文政四年、1821年。本図は、完成十二年、1800年から文化十三年、1816年にかけて、江戸幕府の事業として測量。 作成が行われたものである。和佐国出身で商人だった、井上忠タダタカ、1745年から1818 18年は隠居後に学問本格的に開始し、江戸にて、幕府天文方の高橋義時、1764年から1804年に支持し、測量、天体観測などについて収めていた。当時、地球の緯度一度に相当する、四五千個帳について、 三十里、三十二里あるいは二十五里、などと諸説があった中、高橋、井上指定はこれを正確に測定するという目標を有していた。そこで、高橋は幕府に井上を推薦し、当時ロシアなんかの脅威に備えて、海岸線防備を増強する必要があった江ぞ時、現在の北海道の測量を兼ねて、その往復の北、関東、東北地方を測量することで、 四五戦一度の測定を行わせるよう願いで。こうして、幕府の許可を得たいのうは、完成十二年、1800年、資材を投じて第一次測量として、江戸地及び東北、北関東の測量を開始した。各地の測量には、幕府の許可を要したが、幕府は、測量を許可したばかりか全国各藩に、井上の協力を命じた。これは、その時点で、 西洋列強の感染が頻繁に日本近海に現れるようになっており、国防上の観点から、幕府も全国沿岸地図を必要とし、井上の事業を有益と判断したためである。江戸地測量の翌年の共和元年、1801年には、本州東海岸、東北西海岸、東海、北陸地方沿岸の測量を完了。文化元年、 1804年には、それまでの測量の結果を一旦まとめ、大図69枚、中図3枚、小図1枚、大中小図については、後日からなる東日本の地図を幕府に提出、将軍、徳川家成の上乱に供した。なお、四五千一度の長さについては28.2リ、約110.74キロメートルと算出し、今日の計測値と比べても、 極めて誤差の小さい数値となっている。従来の日本地図とは異なり、実測による正確、精密な地図の質の高さに、幕府上層部も驚き、井上の測量事業への支援を一層強化することとなった。井上は正式に幕府天文型の役人として雇用され、翌文化2年、1805年の第五次測量からは、幕府直轄事業として行われることとなった。 以後、井の浦は、文化十三年、千八百十六年の第十次測量まで、第九次測量のみ、井の浦は、不参加日本全土を補足した。また、江戸地北部宗谷付近に関しては、測量術の弟子である、マミヤ林千七百八十年から千八百四四年の観測結果を取り入れている。井の浦は、文化十五年、八百十八年に完成を待たずに、 死去するが、そのもは伏せられ、死、高橋義時の子である、高橋影康、1785年から1829年、が仕上げ作業を、監視、文政四年七月十日、1821年八月七日、第二本宴会予知前図が完成した。そして同図は全国にわたる移動、測量を結果を収録した。 第二本宴会実測力と共に幕府赤年寄りに提出された。測量結果をもとに、江戸で井の浦が作図作業を行った。すべて手書きの彩色地図で、利用上の便宜のため以下の3種類の縮尺の地図が作成された。幕府に提出された井の渦は、江戸城紅葉山文庫に秘蔵され、一般の目に触れることはなかった。あまりに詳細な地図のため、 国防上の問題から幕府がルフを禁じたためである。文政十一年、1828年、紅葉山文庫を所管する書物奉行でもあった高橋影康が長崎オランダ召喚付の医師であるシーボルト、1796年から1866年に金製品であるイノウズを送ったことが露見し、高橋影康は逮捕され、 翌年3月に獄死したシーボルト事件。日本を強制退去となったシーボルトは帰国後の1840年にイノーズをオランダでメルカトル図法に修正した日本人の原図及び天文観測に基づいての日本国図を観光している。その精度の高さにより当時のヨーロッパ指揮者の一部に日本の測量を技術の高さが認識されることになる。 開国後の文久元年1861年イギリス海軍の測量艦テオン号が上位派をあまり刺激しない方が良いとの幕府の勧告を無視して日本沿岸の測量を強行しようとした際たまたま幕府役人が所有していたイノウショーズの写しを見てその優秀さに驚き測量を計画を中止して幕府からその写しを入手することで引き下がったというなお この時のイノウズの写しをもとに1863年にイギリスで日本と朝鮮近傍の宴会図として刊行され、日本に逆輸入されて、かつ改修、1823年から1899年の手によって、慶応3年、1867年に日本国宴会略図として木版刊,刊行された。これにより、イノウズを得する意味がなくなったため、同年には、 幕府改正書からも、井上荘図を元にした、看板実測日本地図が発行され、小図のみとはいえようやく一般の目に供されるようになった。明治維新で、江戸幕府が崩壊した後、幕府が保管していた、井上図も新政府に移譲された。明治3年、1870年には、改正書から名を変えた大学南港から、看板実測日本地図が再版されるとともに、 日本宴会実測録も刊行された。井の渦の原本は、明治6年、1873年の皇居の大火災の際に消失してしまう。そこで、井の受けに保管されていた、控え図、副本が、翌年政府に献納された。この副本により、明治10年、1877年9月には、小図をもとに、文部省から、日本全図が発行され、 明治11年1878年6月には、チューズをもとに内務省地理局より実測機内全図が発行された。さらに同局から抽象図に基づいて、明治13年には86万4千分の一図である大日本全図が刊行される。そして、明治17年1884年には大図、チューズが陸軍参謀本部測量部、 国土地理院の前身の一つによって作成された修正20万分一図の基本図になった。他にも各府県で作成された館内地図の多くが井上大図、中図をもとに作成されるなど近代日本の行政地図において井上図は多大な貢献を果たした。その後、井上家から権納された 井の渦の控えは東京帝国大学の付属図書館に保管されることとなったが、これも大正十二年、1923年の関東大震災ですべて消失してしまった。以降、長きにわたって井の渦、特に大図は失われた地図となり、千葉県佐原市、現在は香取市の井の忠高記念館に保管されていた写しの一部など、全214枚のうち、 約六十枚の写しのほかは、東京国立博物館が所蔵するチューズの写しが残るのみとなっていた。ところが、平成十三年二千一年三月にアメリカ合衆国議会図書館で、イノウダイズのうちの二百七枚、うち百六十九枚が、再式なしが発見された。これは、上記の陸軍による修正二十万分一図、作成のための骨格地図として模写されたものが、 米国に渡ったものと考えられる。さらに残る7枚のうち、桜市の国立歴史民族博物館で2枚、34番、江戸エサ市、35番、江戸小尻島、国立国会図書館で1枚、107番、鶴河静岡が発見された。最後に残った4枚、12番、江戸ソ屋、133番、山城、河内、摂津、157番、 ビッチュビンゴ福山、164番、ビンゴ、秋、いよいまばりについても、2004年5月に、海上保安庁海洋情報部で保管されていた、縮小版写しの中に含まれていることが判明した。海上保安庁の前身である旧海軍水路部が、明治初期に海図を作成する目的で模写したものだと、言う。これらの発見により、ダイズ枚の全がつかめるように、 なったこれを受け、2006年5月に、国土地理院所管財団法人日本地図センターが、井ウダ大ズ騒乱を観行し、井ノウズが、一般の目にも触れられるようになった。大図の詳細な検討によって、井ノウタだたによる測量がいかに行われたかなど、従来検証しづらかった点についても、今後の研究が期待される。なお、その後も2007年1月に、 やはり海上保安庁から高画質の原寸模写図3枚を含む色彩模写図が発見されるなどまだまだ状態の良いノウズが発見される可能性はある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。